全日本卓球選手権大会ホープス株、バンビの部は日本卓球協会主催の日本の小学生以下の卓球の大会である。大会は全日本卓球選手権大会の種目の一部、ホープスの部として1981年度に始まり、1985年度に分離独立して開催された。種目は、小学6年生以下のホープス、小学4年生以下の株、 小学2年生以下のバンビの男女シングルスで行われている。また近年は、兵庫県神戸市、神戸総合運動公園グリーンアリーナ神戸での開催が続いている。全能杯、通称、他場とも呼ばれる。全日本卓球選手権大会ホープスカブ、バンビの部は、日本卓球協会が主催する日本の小学生以下の卓球の大会である。 大会は全日本卓球選手権大会の種目の一部、ホープスの部として1981年度に始まり、1985年度に分離独立して開催された。種目は、小学6年生以下のホープス、小学4年生以下のカブ、小学2年生以下のバンビの男女シングルスで行われている。カブの部は1984年度にホープスミニの 部として始まり、1987年から株と名称変更された。バンビの部は1986年に始まった。バンビの部でのみ高さ66センチメートルの卓球台を使用する。また近年は、兵庫県神戸市、神戸総合運動公園グリーンアリーナ神戸での開催が続いている。全農杯、通称、他場とも呼ばれる。平成30年度は、 参加選手数は各都道府県の予選の合計では234人。さらに、前年度優勝者などの予選免除が加わる。使用級は株式会社バタフライ A40 である。ありがとうございます。